なっちゃんへ、ありきたりな内容かもしれないけれども今日結婚式を迎えるにあたって手紙を書いてみました。付き合ってから4年間でいろんなことがあったね。朝まで一緒にバイトした後に遊びに行ったり沖縄行ったりハワイ行ったり思い返すと楽しい思い出がいっぱいです。なっちゃんといるとそういう旅行とかのイベントももちろん楽しいけど毎日の小さな出来事も全部俺の人生を楽しくさせてくれるよ。毎日遅く帰っても笑顔で迎え入れてくれて美味しいご飯を作ってくれてたまにアホなことをやって笑わせてくれていつもあまり言えないけれども本当に感謝してます。なっちゃんが素直に笑ったり俺の前で自分の素を出してくれるときに本当にここが自分の居場所なんだなって感じます。だからこれからもなっちゃんの素直に楽しく笑って生きていけるように二人で温かい居場所を作っていこうね。この4年間でいろいろななっちゃんを見てきたけど今日の結婚式の準備をする中でもっと多くのなっちゃんを知ることができました。小さい時からいろんな人に囲まれて家族だけじゃなくてパパとママの友達とか自分の友達とかみんなに大事にされて育ってきたんだなと改めて感じました。そしてその人たちと今でもずっと仲良しでいられるのはきっとなっちゃんが自分が愛されてきた以上にみんなのことを大好きなんだからだと思う。結婚式の準備をしている時もいつもみんなが喜んでくれるといいなとかみんなありがとうと口癖のように言っていて本当にかけがえがない人たちと一緒に生きてきたんだなって感じました。これからなっちゃんが生きていく中で自分もそのうちの一人に仲間入りできるのはすごい嬉しいし何よりも俺もなっちゃんの大好きなみんなを大事にしたいと思ってます。パパとママみたいに家族ぐるみでいろいろ遊びに行こうね。これからいろんなことがあると思うけど二人ならなんだかんだうまく乗り越えていけると思ってます。だからいつまでも笑って仲良く過ごしていこうね。これからもずっとよろしくね。10が見たい。はい、10。